ざっす。お疲れ様です。どんな目今それ。眩しくて目も開けれんし、まあまあ人ぶち殺しそうな目してたっすけどね。ただまあ今回社長がまあ YouTube 撮影したいって言って、まあ、リュウジ君の現場に行こうぜ、リュウジのやつ全然撮ってないからって、僕がまあ先に来てね、まあ、社長が来たら、まあ、ちょうどもう今年旅行の時期なんですよ、うん、10月ってね、大体まあここら辺で僕ら毎年旅行行ってるんですけど、まあ、まだ今年何も決まってなくて、まあ、ただとりあえず社長にだけは一方ね連絡入れなかった、うん、でまあ出してくださいよ、うん、出すと思います。微妙だよねこの時期だから。まあそうだね、本当にさ、いろいろかぶっとるしね、なんか今年は。そうそう、今年だこの時期だから微妙なんだけど、まあ仕事がねぼちぼちなかったりとかあるんで、まあ、もしダメって言ってきたら、まあ俺こと全部話しちゃう。そうだね、全部話す。そう、社長の全部話しちゃう。まあそうや、全部話して話しますんで。まあね、まあどこ行ってもまあ、カメラがあるよね、うちには武器が、うん、そう、カメラが回っとったら人ぶるじゃん。そう、YouTuber だもん、ね、あ、いいよいいよみたいな。いいよ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 って絶対言うから、うん、よっぽど多分大丈夫だと思うけど、まあ万が一があったらなあ、誰もバキホ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 してバキホバキホバキホしたってこと、俺全部言うから。なに、なに、心よく OK してくれたら、うん、なかなか荒んでますよね、心。誰が、みちさんが、社長が心よく OK してくれたら、あ、全然いいよ、行ってこいよ、いつも頑張ってるですって。確かにそれは。いや、荒んでないよ。で、俺もこういうキャラでじゃん。あ、普段違うじゃん、いつも。はい、だろ、めっちゃ優しいじゃん、俺だって。そうですね、お前だって、お前一番。まあ、とりあえずじゃあね、社長が来るまで待ってみたいと思います。じゃあ、社長が来るまで待ってみます。この何それ。ちょっと来ました来ました。第一声目、あのカメラ回ってくる。着替え取ったよ、インサート撮ってくる。隠れて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 。でも回しよう。とりあえずインサート。もうこんなに田舎来たら昔に戻るわ。俺なんかもう肌着のど真ん中に育ったもんね。7歳ぐらいまで服着たことないもん。それ村だもん、村。南洋村だったんだよな、あそこ。名古屋市で。そうですね。そうだ、南洋村。南洋村。どうすんの、ほんで。何、いつまで回しよう。インサートだけ聞くときはとりあえず。全然話変わるんですけど、もう多分旅行の時期じゃないですか。旅行行こうかなって。旅行です。あ、しも毎年行ってるじゃないですか。うん、もうその時期か。もうそうです。今年コロナだもんね。ガンガンまだ。ちょっと落ち着いてきて、愛知県はもうだいぶいいって言って、昨日ぐらいも行ってたけど。まあ、足原さんだけで行くならいいけど。まあ、一度もお前ら近場で旅行行くだけだから。そうそう、近場っすね。まあどっか近場で行こうかなと思ってです。どっか近場で行こうかなと思ってるんで。ちょっと分かんないっすよ。はい、だって。ええ、今年無理だぞ、お前の儲かったな。僕らまだ、僕らまだ仕事も行ってない。仕事も行ってない。そんな話だって今することじゃねえし。いやいや、チラッとなんかまあ、時期的にそうかなと思って。まあいいや、動画何そうるんだって。はい。その話はいいや、今度しよう。今話すことじゃん。もう早く撮って帰りたい。まあ旅行についての話をします。動画エピソード的な感じですね。あー、まあ、あ、ちょ、視聴者に聞いてほしいじゃん。と使うのこれ、マジで。使うなら言うけど。え、インサートっす、一応インサートっす。こいつら知っとるよ、本当に。クズだね。何回かあったよな。俺に何にも言わんと勝手にジムに報告して旅行行きますって言って。俺も旅行行っとんのもなんか、知っとんのもしなくて、お前勝手に高速も全部会社の車使って行って、お前。横領だぞ、お前な。あったよな、何年前だ、あれ。3年、4年前ぐらい。どこ行ったんだっけ、あれ。京都行って、で会社の金で、はい、会社の車で高速ガソリン焚いて、はい、で俺あの後報告だったの。あれジムにはちゃんと伝えたんですけどね。ジムって何だろう。ジムって何だろう。
ヶ月前ジムなんか社長の言いなりっすよあいつらとか言ってなんか言っとるわけに4月多分社長あのそういう時だけジムって言うなお前ジムのほうれん草ができてない何のほうれん草ジムのほうれん草違うってジムがちゃんと報告したもんねお前らにどんなに知らせてくれましたからジムが社長こうなっておりますあれ終わってからかあれ終わってから終わってから終わってからで俺だろやって最初の金勝手使ったもんだっすとか言って電話で顔見て顔見てすったら直接だったと思うんですだからその時期が確かあれですよねその、まあ、会社でもいろいろあったんですよね問題がそのまあ社員が前自動車に出されてたりな、はい、とかなんか高速休み、まあ、今でもおるぞ日曜日に使って俺黙っとるだけだぞお前ホント今社員見とるでね社員向けに撮っとるわこれその時のねだって期間がダメですよね僕らそうそう京都に行く方が絶対ないじゃんないねいやよくあるんだなんか脱税とか税金の泥棒でそんなん絶対やらせでしょとかそう勝手に使われたら分かるでしょはい分かるわけだよそうなの分からんでしょそうなの取れんもん見えんすよね、まあ、まあただその時はバレたそうそうだバレたバレたって言い方ちょっと良くないよそのバレたことで経験を得てまた次から得て社長も今高速化してるからバレたとかさ経験を得てとか今でやってること犯罪だよその動画になる以前の前だろ動画になるんだろこれ犯罪やろこれほんでほんで何、まあ、旅行が何でまぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、今回お金出してもらおうかなと思ってこれちょっと動画にすんのはい動画の話まあここら辺はカットでもいいっすよ最悪どういうことはいもう社長が社長がダメって言ってくれたらもうカットでいいっすシートやってこいでしょはいシートやってこいいやとりあえず今もやらしてるっすいやとりあえずあいつら旅行行きたいって言ったんで旅行行きたいだからシート貼っとけっつってどういうこと俺の金であとは任せろっつって、はい、今年は無理だろあとは任せろっつってボーナスお前出ただけでも偉いだろうまあそうっすねもしダメって言ってきたら全部話しちゃうそうだよ、ね、いや俺きついぞ俺マジでお父さん結構出てましたね俺は金減っとんだぞ毎日お前ら給料もらってるけど、はい、俺も給料は取ってるけど会社の財産は俺毎月減ってとるからな毎日か全部話すそう社長の全部話しちゃう旅行の話するのはいいんだけど、はい、旅行行かしてっちゃう話はないな旅行行かしてほしいためにカメラ回しますっていうことは何そのカメラ回したら旅行行くってことはい会社のお金ではい何人17人ですはいそうっすねじゃあねダメこいつが好感度上げようとしてるんだねどこまで行きたいのいやまあでもあんまり決めてないですねまあ決めてないですけど県内ぐらいかなと思ってますあ愛知県内ぐらいかな県内ああまあまあ出れんもんな、まあ、で出たらいかんすよねまあちょっと今すぐはやめた方がいいじゃん問題出てるであれだけどなはい、まあそこら辺はあれだよな、気をつけていくとかもう休むなら3日間か3日、まあ4日間ぐらい休みたいなと思ってます忙しかったなまあ一定一番しばは本当はあれだよねめちゃくちゃよう働くでねはいなそれはまあちょっとあのアンチコメントはやめたってそうですね、まあ、俺がやめとけっていうぐらい働くからはいで毎日遅いしな不法労働者以上の働きだよな、はい、行くのどこ行きたいの俺も連れてけたらいいえ俺も連れてけたらいいいやちょっと社長ですかでもまあ行こうかな計画しようんだはい去年行ってないか去年行きました去年まあ仲いいのはいいことだでなそうですね、まあ、それも仕事のうちだでなはい何ちゃん休みとか取るまあ今暇だもんなそう、ね、暇っていうか忙しいけど毎日あるよまあ行って毎日ないで毎日あるんだけどパンパンじゃないもんねずらせれるってそうですねまあそういうことだよねずらせれるまあそうしよっかまあ、ただそのコロナの状況を見てもちろん、はい、まあほんでまあその指針が出や、まあ、愛知県内移動だしなはい、うん、まあ行っちゃいいかもしれないしその辺状況を見ても行けるんだったら動画撮るやんじゃんはいだったらいい俺なんかすさんどんねあまあじゃあ告知言っていいはいはい求人道場結構まあ増えてますんでぜひまあちょこちょこ動画見てくれてる人はまあ登録してくれてると思うけどまあね今すぐ働きたいどっか行きたいっていうのは別だけどまあ一人親方やってる子でも求人出せると本当にいいからほんでもう本当に無料だね。でまあ1000社ちょっとだけど500社にしようかなと思ってるし、はい、無料ね。いや勢いがすげえもん。100社も超えて、まだ行ってまだ1ヶ月ぐらいだろ。でも結構本当に見に来とるんだよ。700人800人入ってきとるんだよ。でも五木もこんな身近でも来たんだもんね。だって、うん、で結構簡単なのでやったことある？触ったことある？
まあ、この動画にしちゃおうかなと思うけど、俺も一回自分で登録してみたりとか練習したけど結構簡単にされるし、ほんで今度またアップデートもまた何百万もかけてやるよね。あ、マジですか。もう今大体もう何十個も、まあこれ次の改善やん。はい。でどんどん、まあそのでどんどん意見欲しいね。今もう実際に登録しておる人は、あ、もっとこうした方がいいんじゃないですか、ああした方がいいんじゃないですかってアドレスもついてるはずなので、意見を吸い上げてどんどんいいのにして、で、いや、求人、建設業の求人一番になりたい。見やるならもう全部一番で、塗り替え道場がどの頃じゃなくて、まあその YouTube で、まあそれのためにやってるわけじゃん。はい。で YouTube も建設業でまあ一番になって、でそれでマッチングとかいろんなことやって、その視聴者とかもみんな喜べるようなものがなって、はい、まあ、あのいつかは金額取るでね。送信通りも合わんし、やっぱ商売人だから、ちゃんといいもの出して、あのこんだけもらっても絶対に得だっていうところに行けば、それはそうだね、はい、塗装もタダでやらんじゃん、足場もタダでやらんじゃん、まあ、だけどまあ自信持って俺はこういう商品提供できますよって、はい、それが商売でしょ。商売、うん、だからまあ商売はだから別にあのボランティアじゃないからね、応援してますかね。はい、本当それだけで嬉しいで、コメントも絶対入れてください。はい、またね、また見てね。